去年に引き続いてね、あの目白台駅にやってきました。で、今日これから、せっかくなんで行こうと思ってるのが、昨年の動画でもちょっと映ったかもしれないですけど、ラーメン禅。あの今日営業やってるかどうかわかんないですけど、久々に親父さんとね会って話したいと思ってます。なんかやってるっぽいですね。やってますね。ここは僕が、八王子の山田に住んでた時、よく競馬の帰りとか目白台で降りて、京王線で降りて、通ってた店です。でも背脂ラーメンとねライスっていうのがすごい、セットで安くて、いつもここ注文してたんですけど、今日行ってみたいと思います。今日はやってるみたいなんですけど、この背脂ラーメンっていうやつですね。で、学生が大盛りサービス。山田に住んどるときはよく来とったんですけど、あれから栃木行って、今愛知にいるんですけど。